はい、子供部屋おじさんですということで、ただいま動画を撮影している時刻はですね、夜の12時53分、まあ、0時53分にこの動画を撮っているんですけど、いや本当にね、あの深夜のさ、コールオブデューティーってマジで魔界なんだよね。見てこれ、ランク、まあ、これまだ正直 この部屋はまだマシだから、ちょっと今ね、俺が言ったことの説得力がちょっとだいぶ欠如しちゃったと思うんだけど、別にこれ俺が虚言癖っていうわけじゃなくて、あのこの部屋は確かにたまたまね、たまたま運よくそのパーティー組んでる人いないからまあいいんだけど、しかも高ランクタイム少ないしだいぶマシではあるんだけど、深夜のコールオブデューティーってマジでひどくて、あのもうフルパック運転の当たり前みたいな、でしかもなんかランク500以上みたいな、もうそんなばっかで、まあ、たまにねなんかランク1000っていうなんかガチで人間をやめたやつもねちょくちょく混じってはいるんですけど、なんかもうそんなやつらこう陰キャ集団みたいなのがこううじゃうじゃなんかゴキブリかのようになんか群がってて、え超やばいからねマジで深夜のコールオブデューティー、ちょっと僕がね言ってることをちょっと信じれないっていう方はですね、あの一回深夜にねコールオブデューティーやってみてください。飛びますよ。お前陰キャすぎ。やば、プレイから出して伝わる陰キャ感やばいですね。部屋にいっぱいラノベとか置いてそうだった。結構ねその朝方とかまあ夕方はね割と野良っていうのもまあちょこちょこ増えてはいて。まだね、ゲームとして遊べるんですよ。パーティー勢がまだ、活動してないんで、朝とか夕方は。まあ、たまにね、朝でもなんかフルパクンってやってるっていう、なんか人間としてのなんか尊厳を失ってる人たちも、まあ、いるはいるんですけど、まあ、結構ね、少数派なんで、そういう人たちは。なんで、まあ、まだね、ゲームとして成り立ってはいるんですけど、深夜のね、今みたいな12時とか1時とかの時間帯の COD って、ガチでね、ゲームとして成り立たないんだよね。それはね、そのパーティー組んでレイプする側のね、なんか勝者の人たちの立場からすれば、まあ割とね、楽しめるとは思うんですよ。僕たち野良勢を狩れるから。なんだけど、野良っていう立場でこのゲームを深夜に遊ぶとですね、ガチで人権剥奪されるんだよね。多分ね、COD やってる人だったらね、わかると思うんですけど、でもこの動画見てる人のなんか 9.5 割ぐらいはコットやってなさそうなんで、伝わんないかな、これ。伝わんないのかな、ちょっと一回ね、みんな8000円払って BOCW 買って、夜中の1時とかにやってみてください。もうほんとね、クソゲーすぎて、多分お空のほっとんでっちゃうと思うんで、皆さん。はい。多分お亡くなりになっちゃうと思うんで、僕が代わりに土葬してあげるんで、マジでね、やってみてほしいんですよね、一回。なんだこいつ。お疲れ様でした。いやでもなんで深夜のコットってさ、こんななんかひどいんだろうね、マジで。ほんとに。なんでこんなことなっちゃうのかな、なんか誰か殺してくれ。なんか深夜にコールオブデューティーやってる時が一番なんかメンタルに来るわ、なんか平日の昼間とか朝とかにやってる方がメンタルに来るのかなとかってみんな思いがちでしょ。違うんだよ、夜中にコールオブデューティーやってる時が一番メンタルに来るんだよ。なんか俺何してるんだろうなみたいな、なんか俺何やってんだろうなマジで今、まあ、おかしいんじゃなくて、もう深夜にさ、なんか PC でさマウス握ってさ、なんかこうやってなんかパーティー勢にさぶっ殺され続けるのってさ、普通の人生ではさなかなか経験しないはずじゃん。これおかしいよね、おかしいよマジで。おいマジさ、神様どうなってんだよ俺の人生。あ、まずい、ちょっと待って。これでですね、火炎放射、あ、なんで、まあ、メンタルに来ながらもね、なんでコールオブデューティーやってんのって言われれば、まあ、コールオブデューティーしかやることがないから、まあ、やってるんですけど、あなたにはわからんでしょうね。あなたにはわからんでしょうね。ナイス?からの?ナイス?ちょっと待って、俺はここでね、ショットガンで、パーン!いやー、深夜の BOCW 面白いっすね、マジでね。もうなんか一人でアマゾンに突っ込んでいくかのごとくね、これ自殺行為なんですよね、マジで。あ、待って、なんかお空からなんかこれ、やばい、天罰が、あ、味方だったわ。COD 民でド M っていう気持ち悪い方だったら、まあ深夜のコールオブデューティー結構楽しめるとは思うんですけど、あ、待って、まず、ちょ、もううぜぇ。深夜にナイフをやってるとかマジでお前親泣いてんぞ、ほんとに。やべ、ナイス。敵のディスチ突っ込んで嫌がらせしちゃいますか?うわぁ、きっしょ、あいつ陰キャだ。きっしょいわ、マジで。育児放棄されてそうだな、お前。ここひっくり返せんの強くね?で、このポイントひっくり返せんの超強くね?やば、俺プロゲーマーかもしんない。あ、俺プロだ。ちょっとね、自分ラッシュゲーミング加入いつか。で、五郎さんみたいにね、アクション 0.5 秒で終わらせっていう。驚きました。さあ、ラッシュゲーミング、またしてもルーザーズ2回戦での敗退。偉業を成し遂げようかなっていうふうに思うんですけど。おい。お前そこに、うお、足早お前、ゴキブリじゃん。なんなのお前。
バッタかよ。あ、ちなみに僕ね、その前回の動画でパッドからキーマウに戻しましたっていう動画出したんですけど、キーマウにしてからですね、体が健康になりました。はい。あ、これ意味わかんないと思うんですけど、そのパッド使ってる時ってすごいなんか指が痛くなるんですよ。なんかなんて表現したらいいんだろうな、これ。どういうなんか痛さかっていうと、射精して5分後のチッコってなんか結構痛いじゃないですか。その痛みがなんか指先に来るみたいな。はい。よくわかんないか今の。ちょっとこのまんま終わるとなんか僕がなんかマジで虚言癖してるだけみたいな感じになっちゃうんで、まあ、とりあえず部屋だけ入って、まあ、どんな感じかっていうのを皆さん見ますか？深夜のコールオブデューティーの実態を。マジでグロテスクだからね。もうワンチャンモザイク必要だと思うんだけど。うーわ。やばこれ。きちな、これ。ね、言ったでしょ？コールオブデューティーはもうすでに陰キャに支配されてるって話。信じるか信じないかはあなた次第です。